池のピーピーマンでーす。池カッパでーす。池のプルでーす。はい、ということで、本日は、GU 購入品。今年に入って GU さんと結構お仕事することが多くて、大変ありがたいということなんですけども、今回はお仕事ではございませんので、軽口レビューさせていただきたいと思うんですけども、一人1万円以上で購入してきたんですけど、どうだったレディースは全体的に。爽やかになってたよね。ね。がっつりね、夏っぽいアイテムを売り始めていて、すごい良かったので、皆さん参考にしていただければなと思います。それでは、最後まで見ていてください。いけたらスタート最初に行きたいと思います。私9750円。お、何点買えたそれで。1、2、3、4、5、6、6。レディースはコスパが良かったですね。あ、そうだね。マジコスパ良い。服から紹介していきたいと思います。カラークロップドシャツ、ショート丈のシャツを購入しました。え、かわいい。しかもなんかコットンみたいな素材なの。今日みたいな30度近くなる日って半袖着たくないの、日に焼けるから。うん、まあ、白って多分意味ないけど、気持ちでも腕隠せたらなって思って、こういう涼しいシャツならいけるちゃいますのって思って買ってみた。かわいい、めっちゃ。これは地肌とか裸に直接着た場合は結構透けちゃう。あんま透けない。ちゃんと胸隠れるインナーとかだったら1枚で着て。おしゃれ。確かにおしゃれ。これはチューブトップ、バンドゥって名前らしいんだけど。チューブトップって何？例えばオフショルを着るとか、ここだけ隠せるよみたいな。へえ。大体オフショルってさ、丈短いの多いじゃん。私ブラ紐見えてダサいよね。そうそうそう、ブラの代わりの紐がないバージョンってことね。そういうことです。これは1個あったら夏絶対便利なので買ってください、うん、皆さん。頭にかぶって行動するっていうのは使い方としてはなし。そうだね。一回やってみるだけ、やってみて。1ぐらい頭でかかったらヘアバンドにできる可能性も。だよね、うん、使えるね。キャミソールセット、ボレロカーディガン、インナーがキャミ、上が薄いカーディガン。絶対涼しいから。これ黒と水色もあったよね。あ、そう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 。いいね、海って感じね。いいよね、この夏っぽい感じのトップス。じゃあ、あと3点小物になります。じゃーん。え、かわいい。顔がちっちゃく見えるらしいよ。かわいい。あ、どう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 。ちょっと頭長いけど韓国っぽい。一歩間違えればアメ横のおばあちゃん。どう。続いて髪の毛クリップ、ハーフアップをね、たくさんする季節がやってきましたので、こちら買いました。セットでね、900円。これはね、カラーバリエーションがね、結構あったので、みんな好きな色を選んでくださいね。最後サンダル買いましたよ。パフィーダブルベルトサンダル M サイズ。そう、でも私サンダルを裸足で履くのが好きじゃないんですよ。靴下をマジで必須で合わせたい人で。サンダル履く時ってどこ行く？海？あ、やっぱ江ノ島とか。でもどうだろう、普通に夏とかだったらどこ行くにも履くよね。サンダル履くことないんだよね。あんまり履かない。あ、本当。クロックスめちゃくちゃサンダルだよ。クロックスは超履く。え、どこででも行けるじゃん。それと同じ感覚だよ。可愛くない？これもね、3種類カラーぐらいあった。可愛い。なんか囚人時の硯の時に使う炭みたい。でもさ、あんまさ靴擦れしなそうじゃない？柔らかいのめっちゃ。ありがとうね。どうする。ジュイさんからお仕事来なくなったら困るから、ね、なるほどね。無駄なコメントとか全然排除しちゃうし。ああ、そうやってあんたたちも大企業の圧力に負けて自分たちを見失ってくんだね。悲しいよ私は。だとしても習字のやつって言わん。これ大こじつけです。これの6点で9750円。コスパはいいよ。やっぱ他のとこで集めたらね、何万もしますから。でしょ、うん、あ、終わります。よきよ。はい、それでは私、身長170センチ、体重560、間違えた。体重はご想像にお任せするんですけども、がたい男の方って結構いますし、女の方だったりも、メンズ系のファッションする方も最近増えてますから、そういうね、層に参考にしていただきたいなって思います。はい、スーパーワイドカーゴパンツ、XL サイズになります。色めっちゃ好き。いろんなカラーがあったんですけど、かなりダークな感じのブラウンのワイドパンツを購入しました。水は弾きそうだけど弾かないような、涼しげな生地でダボっと履けるようなズボンになってめっちゃいいなと思って。でかすぎない？ちょっとでかすぎるよね。だって横とかもこんなんよ。 GU の XL ってやっぱうちの感覚の XL より違うよね。え、ちょっとでかいと思う。正直うちのケツだって舐めないでほしい。スーパーワールドワイドだから。ワールドなんだ。そうよ、世界中で愛されるお尻を持ってるのすごいでしょう。続いてこちらです。これマジ可愛いんだけど、オーバーサイズレースシャツのブラック買いました。ユニセックスっぽい感じもあって女の子にもすごいおすすめなんですけど、よく見たらね、穴が開いてるんですここに、うん、T シャツの上からとか、メンズだったら白のねタンクトップの上とかに羽織ってもめっちゃいいと思うし、かなり大きめのサイズだから大きい T シャツ着ててもいい感じに。めっちゃ可愛いじゃん。着れるんじゃないかなと思って。
多様性が感じられて噛めば噛むほどおしゃれなシャツという感じで思っております。言いたいんだけどメンズの単価多分高い。え、それ思う。生地めっちゃ使ってるからなのかな。コスパは女子に比べたら高めになっちゃいますけど、まあ、それでもね安いですからね。あと2点小物なんですけども、なんとレディースコーナーに踏み入れてしまいました。ついにこの大釜が。こちらのバッグ買いました。クリアミニショルダーバッグ1990円。コスメとかイヤホンとかアイスクリームとか、これだけでもめっちゃ可愛いやん。めっちゃ中入りそうだね。めちゃくちゃマチもあるし、紐もねちょうどいい長さにできるし、手持ちもできるし、メンズもレディースもおしゃれに使えるんじゃないと思って買ってみました。ラスト、これめっちゃバズってた TikTok で、あー可愛い、クロスベルトサンダル XL になります。僕ね足のサイズ 26cm から 26.5 ぐらいなんですけど、こちらのレディースの XL は 25.5 だらしいんですけど、履いたらね意外といけました。履いてみます。すごいすごいじゃん。大丈夫？結構さ、あれ？お店で履いた時となんか状況変わってる。むくんでんじゃん。大丈夫？だいぶはみ出てる。ベランダ履き確定もしかして。ぴったり。あげようか。可愛い欲しい。可愛いのにそれメンズサイズ作ってほしい。ぜひレディースの皆さんとあと足の小さい男の子お買い求めてください。私が紹介させていただきたいと思います。なんとかぶりまして、結構いろいろお二方と UP 子の色違い、 XL と L がもうなくてでも M になりました。かわいいよねめっちゃ、うん、超かわいい。クリームだから白の方はかわいいです。1個ねマシとかぶったらこれ色違い。おお。カバンド違うけど白を今回は買ってみました。すごいマジ純白だね。ここにアップルの色恋は顔を押し付けに来るってことって気持ち悪い。今回お洋服は1着しか買ってないんですけど、こちらの黒のカーディガンを買ってみました。タンクトップとか着ても腕出せないからさ、透けてるけど袖が超長いの、涼しいし丈短いので買ってみました。おい、リーズナブルな感性とプラススケスケなクリライミテーション。タンクトップを買ってみました。運動用って思うじゃん、ね、練習生って感じ。アミメチュー君楽しまなくちゃ、シャッフルしてベイ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 、お気に入り気の向こう、パーカーの下とかに着れるじゃん。最近はもう暑いので前開ければこれ出てきたら可愛いなと。あーなるほどね。よくない？おへそ出すってことでしょ。そう、ちょっと出てるね。いやー、たまにこう肩出してルンルンとかしちゃって。あら、くびれマストじゃん。うちは着るなって言われてるってこと。ダメダメダメ、これは物議だわ。許せない。なんで？だってトゥルルン、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 すぎ。こちらのアクセサリーを買ってみました。かわいい。超シンプルなピアスだったんだけど1、2、3、4、5、5、毎週使えて590円、しかも使えるようなやつしかなかったから可愛くて買ってみました。で、ラスト、じゃーん、かわいい、かわいいカバンを買ってみました。これはもう海ですね。さっきのマシの帽子も入れば、海に行く時のレジャーシートとか靴、サンダル、うん、も入りますから。で、白いワンピースに麦わら帽子に。何色があった他に。黒もあった、全部黒もあったし、欲しい黒。可愛かったけど夏っぽいなと思ってちょっと麦わらっぽいの選んでみた。こんなに容量あるので買ってみてください。かわいい。ちょっとカバンのこと見てない。え、こう、うち、はい、ということで怖い人たちが GU のねアイテムを紹介したんですけど、大丈夫だよね、かなちゃん。毎週泣いてばっかりね。どういうこと？もう、たけし君も泣きました。たけし君、新入社員辛いの？確かにまだ2ヶ月しか経ってないもんね。保育士で幼稚園児になだめてるつもりだったんです、私が。めっちゃ誰目線か知らん人が新入社員を慰めちゃった。5月病でね。5月病で。今年さ、5月病の食らってる人めっちゃ多くない？ねえ、でも今めっちゃ辛い時期だよね、きっと。マジ買い物して。わかる。買い物って結構精神安定するよね。買い物かご飯、うん、帰った時に、よし、これで頑張ろうって思う。わかる、うん、新生活とか、カバン一つ可愛いものを持っていくだけでマジ気分変わるから。気分めっちゃ変わる。新しい服とか身長って大事。靴もピカピカの方が絶対テンション上がるし、いいところに連れてってくれますからね。 GU さんではなんと2000円台で買える靴がいっぱいありますので、ちょっと案件っぽいかもそれ。あ、本当に。うん、投資が止まってます。
暑い時期になってきて使えるアイテムがたくさんあったんじゃないかなと思うんですけども、機能性ももちろんめちゃくちゃいいので毎日使いたいアイテムっていうのがすごい売ってるなと思って。確かに同じアイテムをさ3個持って使い回しとかもできちゃうから値段が安いとすごいおすすめです。本当に、まあ、先ほども言ったようにね、物を新調するとテンションというものが上がりますから、私たちの動画を見て少しでも元気になってもらえたら嬉しいんです。 GU のロゴにあるさ G の平らな部分、ここにしかないわけ、そこへ寝てください。本当によくわからないので終わりまーす。またねー。